それちょっとすごい今シルバーの確信をついたよ、ミーシャ。そうだ、このゲームさ、支援会話っていう仲間同士の会話システムがあって、シルバンと他の仲間とこうくっつけることができるじゃんね。できるできる。それはミーシャ的にはどうやったの、ゲームでは。私は全部主人公と。ああ、主人公とだね。全部主人公ね。なんかやっぱすごい愛着湧くから、もう先生がお前を幸せにするって思ってやば。そう、なんかそもそもシルバンがまずひっつきのキャラクターがめちゃくちゃ少なくて。え、そうなの？生徒の中で一番少ないんよ。え、あんなに女に絡んでるのに嘘でしょ。支援会話って CBA ってあるんだけど、はい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 、A に行けば出会えるのが見れるの、うん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 、でもそもそもシルバンは B 止まりのキャラクターが多すぎて。そうなんだ。 A にまで行く子が先生とイングリッドちゃんで、フェニックス、これも幼馴染の一人男ね男でもひっつくことあるからで、あとメルセデス、これは同じくらいで、あとドロテアちゃんくらいだったかな。少ない。ちょっとなんかそこもさ、ちょっとシルバンっぽくない？なんか心開ける人が実は少ないみたいな。そうそうそう、なんか本心を出せる相手がいない。あー、いいねいいね。もうこの頼れないというところが思いっきり出てるね。そうそう、メルセデスが、ランタンの動画で A まで行ってないんだけど、A がすごくいいのよこれ。あー、そうなんだ。ものすごくいいのなんかシルバンが初めて弱みを打ち明けて、あーいいね。で涙するみたいな。涙するな。本当に私はあれを見てめちゃくちゃうるうる来た。すごかったね、あの支援会話。でなんかドロテアちゃんはシルバンと似た者同士みたいな感じで共感みたいな感じだった。へえ、なんかいろいろ違うね、くっつき方が。全然違う。だから本当さ、膨大な量のさエピソードが入ってるよね、本当に。そうそう、だからまだ全然回収しきってない支援会話もあるから。1年半やってて全然まだ見てないのもあるってこと？あるあるある。嘘。めっちゃきついよ集めるの。前回話の中での分岐がすごく激しくって、おうおうおう、仲間がロストしてる状態じゃないと出てこないっていうのがらしくって、マジか。もうほんとそれぞれプレイヤーによって全然見るやつが違うね。いやもうほんとに違う。だからなんかペアエンドとかその最後エンディングで誰と誰がひっついたとか見れるんだけど、はいはいはい、やってる友達にそっちどうだったって聞いて見比べたりとかはめっちゃしてた。その情報交換は楽しいな。めっちゃ楽しかった。だから、やってる友達、私身近に一人しかいなかったんだけど、当時、どのルート終わったとか言って、じゃあお互いのペアエンド見よっかとか言って送り合って、どこひっつくのとか、ここ一緒だけどここ違うんだとか、そういうのがめちゃくちゃ楽しかった。へえ。でもあのランタンのやつがものすごく面白かった。ディミトリとフレンちゃんとかね。そう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 、私のとこはディミトリはジュルとひっついたんだよ。結婚って言うの友人エンドだったんだけど、めっちゃ面白かった。他に意外だってペアエンドあった？でもね、私ものすごく好きな支援会話とペアエンドがあって、アドラークラッシュのヒューベルトとフェルディナントのペアがものすごく好き。へえ、ヒューベルトとフェルディナントあの個人的に本当に全支援会話見た中でも一番イチャついてるぞこの2人。マジで最初は2人にギスギスしてて、お前のことなんか嫌いだみたいな感じの。そんなイメージ、そんなイメージ。多分なんか B ぐらいで、なんかお互いの良さをちょっと気づき始めて、で A で一緒にお茶会してるのそう、このゲームさ、お茶会システムがあるやん。もうめっちゃおもろくないあれ。もうめっちゃくちゃ面白いお茶会が。なんか本当に A クラスが私ものすごい衝撃で、お互いプレゼント持ってて。何やってんだ。最初フェルディナントがヒルベルトの好きなものを持ってて、なんでそれ持ってんの怪しいねみたいな感じで言ったら、これは君へのプレゼントなんだみたいなこと言ってヒュー君が赤面してみたいなで、ヒュー君も実はフェルディナントへのプレゼントを持っててみたいな感じのストーリーで、もうちょっと待って、私そこですごい叫んじゃってやば、本当にびっくりした。それなんでプレゼントをお互い持ち寄ってたん？クリスマスイベントだったわけじゃないんだよね。いや、
違う違う、多分なんか仲良くなったから、はあ、いつものお礼にじゃないけどそういう感じだった。え、めっちゃ可愛いじゃん。そう、いやマジであれは衝撃だったし、へえ、なんかすごい後日談でも、うん、エーデルガルトの右腕と左腕みたいな感じで、この二人はものすごい仲良かったよみたいな。いや、その後日談も含めていいね。うん、あー面白しょうもろい。じゃあ次説いきますね。はい、ここをちょっと出すといいんだよね。あ、ちょっと出すんだ。そうそう、ほんのちょっとね。なるほど、初めて知った出すと。おお、いい、めっちゃいい、めっちゃいい、素晴らしい。やったー。え、超綺麗じゃん。嬉しい。いいねー。オッケー、じゃあ説終わりね。あれじゃない、お茶会もさ、かなり大変じゃない？めっちゃ難しいよめっちゃ難しいよ、本当にあそこだけちょっとあのなんか昔の乙女ゲームみたいになんか盛り上がる会話を推測してあのボタンを押していくやつなんだけど、めちゃくちゃむずいからね。本当に難しいあれ。え、だからお茶会の選択肢の答えが分かるみたいな攻略サイトしてにらめっこしてやってた。そう、正しいのあるもんな。そう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 、難易度鬼だもんあれ。フェニックスが猫好きって分かるわけないイキリデレね。そう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 、イキリデレあ、でもあれや、シルバーのやつはもう攻略サイト見なくてもできるよ。さすが。一番わかりやすいのは誰だろう。ベルナセッタとか。あ、かっこよかった。そうなんだ。へえ。赤の時に言ってたの、引きこもりの例の。うん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 、ベルちゃんは本当に多趣味で、まずお裁縫できて、うん、料理もできて、絵も描けて、小説も描けて、歌とか楽器も弾けるみたいな。やば。めちゃくちゃ多趣味なのこの子。才能がいろんな分野に開花してるね。そう。ベルちゃんの支援会話だとやっぱフェリックスとの支援会話めちゃくちゃ良くて。フェリックスとのどうなるのあの人。そう、 A プラスだとずっとそのベルちゃんがフェリックスのとこひっついてて、うん、え、かわいいかわいい。そう、一緒になんか本読みましょうとか、一緒にいて、あ、猫かわいいですね、あそこありますよみたいな言って猫ね、ここでなんかフェリックスの猫好きが判明でそこでなんかフェリックスの笑顔が見たいからベルちゃんは実はフェリックスと一緒にいて、いやー、うわー、めっちゃ可愛くて、かわいい、すごいお気に入りの二人。うわ、それはちょっと尊くないか。尊い、本当に尊い。それで笑って、うん、でベルちゃんがその顔が見たかったんですよみたいなこと確か言う。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、それはやばい。そう、本当にフェリックスとの絡みが本当に可愛くて大好きな、なんかベルちゃんの支援会話でなんかフェリックスとベルナレッタ派の人間とヒューベルトとベルナレッタ派の人がいるんだよ確か。ヒューベルトとベルナレッタもあるのかな。そう、なんかベルちゃん最初ヒュー君が怖くて気絶したりするんだけどでもなんか最後は顔が怖いからヒュー君が、うんうん、だからベルちゃんがヒューベルトさんが怖くないようにって鼻の飾りをヒューベルトでベルちゃんが怖がらんようにヒュー君もベルちゃんと会う時は絶対それをつけてくる。かわいいそんなことかわいいのこの可愛かったんだよね。なんか好きな支援会話の話ってやつもポン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 出てくるいいな、キャラクター揃いすぎだろマジで。いやマジでね、刺さるキャラクターいっぱいいるからねそう、なんか DLC のあの4キャラも濃かったもん。濃いなあいつらは。コニーさん濃すぎるやろみたいな。いや、コニーは本当に濃い、びっくりするぐらい濃いコンスタンチェね、うん、面白い。なんか DLC でクリアしたら、うん、本編に出てくるようになるんだけど、うん、そうなんだ。本編でもスカウトできるの。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。そう。え、じゃあもうそれぞれの支援会はあるってこと？あるあるある。すげえ。でもね、DLC のキャラ同士だけど、ハピちゃんとコンスタンチェのやつは良かった。へー。なんかハキちゃんって特殊な体質を持ってる子で、うん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 、それゆえに嫌み言われたりなんか危険視されたりっていうことがあるんだけど、うんまあ、それをコンスタンツェが目の前で見て、でコンスタンツェが怒って、うん、あのスカットジャパンじゃないけどその言い方でそいつらを本当にね言い返したの。おやるじゃんめちゃくちゃそれが良かった。あ、自分のことは言われても別にいいけど、ちょっとハッピーのことで言われるともうブチ切れてめっちゃ言うっていうね。そう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 。あ、いいね。あとね、バルタザールがヒルダちゃんのお兄ちゃんの親友。はい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 、そうだね。だからヒルダちゃんとバルタザールの支援会話もあるんだけど。ああ、なるほどなるほど。あれ、お兄さん結局出てこないよね、ヒルダの。出てこない。思うんだけどさ、シルバンのそのトンとか、そのヒルダのお兄ちゃんとか、名前は出てくるけど、
顔グラが出てこない人たちってさ、今後のさ、DLC でまた出てくるんじゃない？だといいなぁ。ねフェリックスのお兄ちゃんのグレンめっちゃ見たい。いや、ほんと見たい見たい。あんなに名前出てきてさ、めっちゃ気になるじゃんと思って。めっちゃ見たい、ほんとにグレンの顔は。うん。いや、なんかこの間ミーシャがその、言っとったじゃん。うん、実はこのゲーム1万年ぐらい年表があるって。あ、そう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 。でも、その、それは全部表に出してなくって、でも制作人としてはそれぐらいこう作り込んでるって言ってたじゃんね。うん、そうそうそう。いや、だから絶対その、出てないキャラクターの顔グラとかも絶対あるでしょ。あるやろね。なんかダスカーの悲劇、その青のルートで、本当よ、青のその王国がぐちゃぐちゃになっちゃったダスカーの悲劇っていう、うんうん、ちょっと人種差別みたいなね、けどそれの真相も知りたいし、本当じゃん。その辺全然、あ、ダスカーの悲劇はあれなんだ、他のクラスに行っても別に明かされないんだ。ないないない、青だけの話だねこれは。え、もうな、な、ならなおさらなんか追加コンテンツありそうじゃない？外伝エピソードみたいな、うん、あってほしいわ。ちょ、最後の字行きましょうかね。2画目の折れ曲がるのを少し早くするイメージかな。はーい。そうそうそう。いいね。はい、オッケー。めっちゃ美しい。やったー。ね、細長くなったでしょ。うん、なったなった。オッケー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 。よし、じゃあですね、4文字おしまいということで、ちょっと書いてみます。はーい、お願いします。どうかな。お、できた？おー、すごい。めっちゃ綺麗やん。やったー。かっこいい。いや、すごいすごいすごい。うん。いい字だね。花と月とか、え、ちょっと待って、めっちゃ綺麗くない？え、嬉しい。イエーイ。イエーイ。ちょっともうね、ごめん、もう私が楽しくって、1時間普通に超えてるんですけど。ほんとだ。やばい、すごい楽しかったから、あっという間だった。あ、ほんと？よかった、うん。こうやって話す機会が、やっぱ知ってる友達が少ない分ないから。うんうんうん。だからすごい、こんだけ話せるの、ものすごく楽しかった。嬉しい。うん。私すごい話したがりだから、うん、こういう、好きな子に対しては。だからすごい、なんだろう、充実した時間が。これを見て気になった方は、うん、スイッチ持ってる方はもちろんなんかやってほしいんですけれど、うん、ない人はあのランタンがニコニコ動画で上げてるからよかったらそれを見てください。めちゃめちゃ宣伝するけど。本当にもう概要欄また貼っとくんで、もぜひ見てください。でも触れてほしいな、このゲームに行って。うん、いやー楽しかったというわけで今日はファイアーエンブレムの風花雪月が好きなミーシャさんと一緒に喋りました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。また来てね。